羽地内海。左が、本部半島、右が、やがじ島。嵐山展望台より撮影。羽地内海は、沖縄本島の本部半島とやが島とで囲まれた、海域である。沖縄の瀬戸内海、沖縄の松島と呼ばれることもある。羽地内海という命名は、第二次世界大戦後のものとされ、1923年。 陸地測量部発行の5万分の一地形図では、羽地内海全体が干渉収め港と表示されている。別称として、ヤガジ内海ということもある。本部半島沖縄本島東、品海名古屋に江戸をみんな島瀬底島、フルート島ヤガジ島大島、羽地内海あえたけ本部半島と、周辺離島の地図。羽地内海の区域は、南北約4キロメートル。 東西約6キロメートルで、面積は約10平方キロメートルである。東、シナ海とは、羽地内海の北側と東側でつながっている。水深は、最大1 0ルである。内海には、スケガヤ島、ヤガンナ島、ジャルマ島などの無人島がある。羽地内海の北側で、羽地内海と、東、シナ海とをつなぐのは、ワルミ海峡である。ワルミとは、 割れ目の意味であり、ワルミ海峡は、その名の通り細長い海峡である。その長さは、約1.5キロメートル。その幅は150から180メートル。海峡両岸の標高は45から50メートルである。この海峡にはワルミ大橋がかかっている。この海峡は、ワルミ水路や運転水道とも言う。羽地内海の東側では、 沖縄島と奥武島との間並びに大島とヤ賀島との間で、羽地内海と東、シナ海とがつながっている。沖縄島と大島との間には、羽地大橋がかかっており、大島とヤ賀島との間には、ヤ賀ジ大橋がかかっている。羽地内海とある三海峡は、運転校の区域の一部となっている。好天時には、羽地内海は、避難白地となる。 羽地内海の沿岸は沖縄県名護市と泣き神村である。沿岸には干潟が発達している。また、南岸では牧や大川、羽地大川、かぶそが川などの河川が羽地内海に注いでいる。南岸にはかつて漢渉治め港と呼ばれた港があった。ここは琉球王国が薩摩藩に上納する仕上げ米前の積み出し港の一つであった。 現在は中尾市漁港が立地している。羽地内海北岸の鳴き村、湧川、名護市がべにはかつて塩田があった。羽地内海は沖縄海岸国定公園の区域となっている。また1000ヘクタールが特別鳥獣保護区に、3700ヘクタールが鳥獣保護区に指定されている。沿岸の干潟には多数の鳥が飛来する。内海では黒 浜笛吹き台、アシチン、キス、ボラ、ガザミなどが釣れ、干潟では、貝が取れる。羽地内海の水は、大規模な土地改良事業により流出した赤土や、沿岸の豚舎から排出される汚水で汚染されたことがある。嵐山展望台や田野岳山町から、羽地内海を見渡すことができる。道路交通上、ワルミオ橋が開通したことで、 羽地内海の沿岸を車で一周できるようになった。そのルートの一例として、中尾市から国道58号、沖縄県道110号線、沖縄県道248号やがじ中曽根線、国道505号を利用して、中尾市に戻ることが可能となった。2021年には、福徳岡の場の噴火で噴出した軽石が流れ着いて、広範囲に覆われた。 abcdefghijklm 角川日本地名大辞典47沖縄県 p581 沖縄大百科事典下巻、p242 羽地内海の自然を守り育む会沖縄エコツーリズム推進協議会 abcdefg 日本歴史地名体系第48巻沖縄県の地名 p440 島ネタ著作パン 悪み、ウィンビってなんだろう。週刊歴用ウェブサイト沖縄県政策のパンフレット沖縄大百科事典上刊 P337 高速法施行令、第1条。ありがとうございます。